にちは、グランピー清水です。今日はですね、マウンテンバイク用のシューズの紹介をします。グランピーでは、ね、このライドコンセプトのマウンテンバイクのシューズが人気で、結構な数売れてるんですけども、こっちがライブワイヤーっていう、まあ、一番ベーシックなモデルになります。ダウンヒルとかに、ちょうどいいやつですね。でこっちがバイスっていうちょっとバンズっぽい感じのシューズになります。で、こっちはどっちかというとダージャンとか向けの、シューズになるんですけども、今回紹介するのはこれじゃなくてですね、新作が出ました。で、こちらです。ででんと、はい、こちらですね、わかりますかね、バイスですね。こちらこのバイスのミッドカットバージョンが今回出まして、バイスミッドというモデルが発売になりました。で、まあ、何がこの他のモデルと違うのかっていうのをちょっと紹介をしていこうと思います。で、まあ、特徴をちょっと説明をしていきますと、ソールはそれからですね、ソールはこのちょっとへこんだタイプですね、まあ、バンズのワッフルソールみたいな感じです。で、このなんていうんですか、このアッパーの素材、これはスウェードになります。でミッドカットですね。で、あとはこのつま先にちょっと固めのカップが入ってるので、少々打っても痛くないです。で、まあ、そんな、まあ、特徴で言えばそんな感じ、もうバイスのミッドカットバージョンになります。でこのミッドカットが何がいいかっていうとですね、このローカットバージョンだと、ここくるぶしが出るんですよ。で、ダートジャンプとか乗ってる方は経験あると思うんですけど、クランクでくるぶしを強打するってことがよくあります。でくるぶしって、筋肉とかついてなくてほぼ皮、骨と皮だけなので、強打するとものすごく痛いです。数分悶絶するようになります。で一回経験するともう二度とやりたくないと思うんですけど、そのミッドカットだともうくるぶし隠してくれるので、その悶絶することがほぼなくなります。であとはこのバイスのモデルのちょっと嫌な点が1個あったんですけど、それはこのかかとが浅いので、すごく脱げそうな感じ、実際脱げることはほとんどないんですけど、すごくこう脱げそうな感じになってですね、ちょっとこう不安になるというか、気になることがよくあるんですけれども、このちょっとミッドカットになったことでですね、このかかと部分が、高くなってますんで、そのホールド感というか脱げそうな感覚っていうのはなくなると思います。であとはですね、やっぱりこうミッドカットになったことで足首のホールド感はすごく出てくるので、すごく安心感があると思います。で、まあ、違い、今度はこっちの違いですね、このライブワイヤーとバイスの違いなんですけども、どっち、まあ、ソールがまあまあ違います。こっちがちょっと出っ張ってる感じですね、そのソールのイボイボが出っ張ってる感じで、こっちはバイスの方は引っ込んでる感じがします。で、これソール自体のグリップは同じ、ラバーの素材使ってるので、グリップ自体はほとんど変わらないです。ただですね、この形状と、あとミッドソール、中に入ってるこのアウトソールではなくって、中に入ってるミッドソールですね、こちらの、強さが違いまして、このライブワイヤーの方がよりダウンヒル向けな感じです。なのでこのミッドソールがですね、曲がらないんです、このライブワイヤーで。これはですね、ダウンヒルとかになるとすごくいいです。どこを踏んでもちょっとペダルがここにありました、どこを踏んでもですね、こう踏み外す、こんな踏み外しそうになってもちゃんと踏めるので、怖くないです。そういうところすごくいいです。ただですね、こう山歩くときとか、トレイルライドで歩くときとかっていうのは、この曲がらないのがちょっとしんどくなってですね、土踏まずが釣りそうになることもよくあります。なのでこう、まあ、
てっぺんまで、こう車なりゴンドラなりで行って、もうほぼ下りのみ楽しむという場合はこれがすごくいいです。でこっちのバイスの方はミッドソールが割と柔らかめでよくしなるので、あの素足感というかこう歩いても疲れにくいです。であとこのソールの出っ張りですね、これがですねこの出っ張ってる方はこうピンの上に乗ってる感じが若干します。でこうふわふわした感じというか滑りはしないんですけどこう乗っかってる感じですねがします。でこっちのバイスの方はこの奥に引っ込んでるのでこのピンがですねピンがこのへっこみにちゃんと収まってくれるのでよりこう軸に近いというか素足感素足で踏んでるような感覚に近いものになります。はい、でそんな感じです。なのでこう特にダートジャンプとかはこうペダルを指で掴みたい感覚がすごくいいというか掴めるような感じになるとすごく良くてですね、そういうのが好きな人も多いと思います。でそういうのが好きな人はこっちバイスですね。でより安心もうどこ踏んでもいいやっていうとにかく安心が欲しい人はこっちのライブワイヤーっていうのが、選ぶポイントかなと思います。でミッドカットローカットっていうのはもう完全好みなので、お好きな方を選んでくださいという感じです。で、今この度発売になったこのバイスミッドはですね2種類2色あります。こっちのグレーとこっちのブラックですね。僕は個人的にはこっちのバンズっぽいブラックホワイトの方が好きです。こっちのちょっとダサめでいいかなと思ってます。こっちはすごくクールな感じでこれはこれでかっこいいと思います。で、このダウンヒルシューズマウンテンバイクシューズですね、これにぴったりのペダルもあります。ついでなんで紹介をします。で、ですね、まあ、定番ですね DMR のバルトです。でこれがですね新色が出ましてこちらです。 DMR のバルトのなんかスノーカモのようなちょっとこうスプラッターペイントみたいな感じの限定カラーが出てます。これがですね、再販多分おそらくないので、欲しい人は早く買ってください。まだあります。で、ですね、こちらですねちょうど中古が入ってきましたんで DMR ですね、これがあのアンドリュー・ラコンデガイっていう選手がいるんですけどもそれのシグネチャーモデルであります。このオイルスリックがすごくギラギラしたかっこいいモデルです。これ中古です。これは1個なので、気になる方はお早めにお問い合わせください。で、ですね、ちょっと今在庫はないんですけどおすすめペダルこちらアンビルですね。アンビルのチルトペダル、これはですね今本当に在庫は人気で在庫なくて、次回が5月入荷になるんですけれども、こっちがいい人は こっちが待ってくださいという感じです。DMR なら今多分全色確か 全色ありますので、10色ぐらいあるんですかね、好きな色を選んでいただければなと思います。ちょっとさっき一つ忘れたのでまた補足で説明します。ちょっとサイズ感をちょっとさっき言わせたので、説明しますとだいたいバンズと同じぐらいのサイズ感になります。で僕は、バンズ履くといつも8ハーフ履くんですけどもバンズ のオールドスクールとかですねあの辺は、8ハーフ履くんですけどもこれも同じ8ハーフ履いてます。で、ちっちゃいどっちかこう小さいのか大きいのか迷った時は大きめを買った方がいいです。でこれ中に D3O っていう衝撃で硬くなる素材が入ってるんですけどもそれがその衝撃ない時は低反発スポンジみたいな働きをしてですねこの履くと足の形に合ってくれるので多少大きくてもホールド感は一緒というかそんなにガバガバしない感じなので、例えば僕の場合は8か8ハーフかで迷った場合は8ハーフを選んでます。でそれで大体大丈夫だと
思いますので、まあ、バンズ履いてことない、履いたことない人は分かんないですかね。でもう一つ例を出すと、ジロですね。ジロの僕はロード系で、エンパイア履いてるんですけども、エンパイア VR90 か、あのマウンテン用の履いてますけども、それが、42です。42でちょうどいい。42の時にこれが、8ハーフで履いてます。なので、だいたい、まあ、通常通りというか、26の人は26、26、27の人は27ぐらいを買えば、だいたい合ってると思います。迷った時は一つワンハーフサイズ大きめを買ってください。で今ならですね、US7 から US11、11まで、ハーフサイズ含めて全部在庫ありますので、選び放題です。はい、ではサイズ感でした。